壁といえば、そう、花火。見てよ、たくさん用意したんだから。全部終わるまで寝かさないよ。園へ行く人。お、やる気満々じゃん。あそこに見える島まで先に着いた人が勝ちだよ。よーい、スタート。トガメモモコです。16歳の高校1年。男兄弟に挟まれて育ったせいか、私も見ての通り男勝りっていうか、ガサツっていうか、まあスポーツが得意になったっていう特典もあったんだけどさ。あと好きなものは、あ、アイドルとか。ノース、サウス、イースト、アンド、ウエスト。寒さに凍える人がいろんなところにいる。それならアリナが噂通りに温めてあげるわけ。こうして着込んだトナカイの立派な毛皮で。だけど覚悟しておいてよ。その代わりにいただくのは、あなたのライフタイムだから。私には絶対に成し遂げなくてはならないこと。どんな障害があっても排除してみせる。それでどんな罪を背負うことになったとしても私は構わない。自分のことなんてどうなってもいい。あの時彼女に救われた時からそう誓った。静かに穏やかに眠れる夜があるということ、それだけでも幸せなことよ。夢から覚めるまではその幸せを十分味わうべきだ。